バドソウは、ノルウェー王国、トロムスオフィンマルク県の都市。面積1,258平方キロメートル。人口5,642人。バドソウは、バランゲル半島南岸にあり、川の貴族の樹木の森が、周囲に広がっている。境界を含むバドソウの街並み。2004年2月1500年代に漁村ができ、バドソウや島にある境界ができた。 後に住民がバドソヤ島から本土へ移り住んだ。町となったのは1833年で、間もなくフィンランドとスウェーデン北部から祈願に苦しむ移民が集まった。フィンランド語が芝叩く間に第一言語となり、この状態が10年続いた。現在でもフィンランド語は家庭内で話されている。ナチスドイツに占領された第二次世界大戦中、バドソーは 幾度もソビエト軍の空襲を受けた。しかし、フィンマルク県の他の場所と違い、19世紀からの木造建築が被害を受けずに今も残っている。ノルウェー人の建てたエスベンセンテー、フィンランド人の建てたドゥーマイネンテーなどである。バドソヤ島は1926年、探検家、ウンベルト・ノビレとロアール・アムンセンが飛行船、ノルゲ号で、 北極点探検へ向かった出発地である。ノビレは飛行船イタリア号で1928年に再度訪れている。バドソウ空港がある。ノース語のバトンシャイに由来する。バトンは水、岩島を意味する。飲料水のある島という意味である。1976年より使用している。トナカイの東部を表す。バランゲルフィヨルドの岸に位置することから、 バドソーは貴重な野鳥観察で知られる。ネイブン・ P ・スティーダー・オジー・パーシナー、インビグ・ジャーナム、スプロクリデット、2015年12月1日閲覧。ノルウェー、カウンティーズ・ミューニセパラティス、シティ・パプアレーションで、2021年4月4日閲覧。ありがとうございます。